テレビ業界が若者のテレビ離れとか、あと世帯視聴率からコア視聴率に変わると、すごく大きな変化をしている中で、テレビ雑誌がどういうふうに変化しているのかっていうのを今日はすごく細かく聞けて勉強になりました。それからテレビジョンのレモンの歴史も聞くことができて、すごくそれも参考になりました。エアレモン。